さあ、メールベ来たよと。あ、雷竜もあれですか、相変わらず強いですか。さあ、先手番来てしまった。さあ、これ十字欲しいね。アベルか、ハイサラか、ケツ。で、次、アビーを置いて。で、ロガテを置いてっていう感じ。あ、しかし、ここあれだな。ヨシパイでもいいね。まあでも、アンビーで、いきますか。あ、アンビーじゃないわ。アビーか。アンビーはあの、全ゼロだわ。アンビーはね。さあ次、ロガテを置いてって、で、あの、フレイムヘリオンじゃなくて、フルフレアをいつ置くか。さあ、火炎も欲しいんですが、どうだ。シーリンか。まあいいでしょう。さあここはね X に来ないで、普通に来ましたね。それじゃあ、お、いいね。ここでのケツ大火炎熱いよ。さあケツに火がつきます。急ぎましょう。でこれでフルフレアをE の4に置きましょうか。取るとケツが、頑張り、あの活躍しますね。さあこれはいいよ。お、しかもテュポも引いてく。がしかしテュポは微妙か。あ、フルフレアでいいね。フルフレア打って取らせて、でケツを刺しましょう。ケツにネギを刺します。 OK、 一気に8000。魚さんこんばんは。そうですね、今日はね、あの野獣、シャープ野獣なんで、ちょケツぶち込んでみましたわ。お、なるほど。ここはさすがにあれか、相手の方、ケツの火炎には入れませんよと。うーん、コンボ3000でしょ、単体で。まあこれ耐えるか、さすがに。フルフレ、おっと、さらに10時間引いてく。でもこれ大火炎だから、普通に、フルフレのコンボスキル使いながらでいいかな。ここはどうかな。まあ大火炎だしね、これでいいか。1万は飛ばないよね。回復したとかよかったかな。ワンチャンやべえか ?S5 まで。4500か、マックス。まあでも、飛ばないと思うけどね、S5 も来ても。さすがに。1万2000弱あるんで。うん、S でも耐えてるな。オッケーオッケー。さあ、ケツこれ、刺さったね。だいぶ。オッケー。ケツはね、あの、自動的に大火炎に なってくれるんで。便利だよな。後手番引いててマフェリと。お、初手ロック。これはうーん、まあいいのか悪いのか。てか相手の方はあれっすね、 S とりあえず 5あるね。フィリさん、お互い神引きする前提だった場合、最終的に勝つのは、うまかった方だから、結局 PS は大事ですよね。そうかな。その紙引きする前提がちょっとおかしいんで、紙引きできなくない？そこが前提になるところがちょっともう謎っすね、正直。なるほど。僕の前であの紙引きは現金ですよ。ここに簡単に紙引きというか引き輪な人間がいるんで、ちょっとあの気をつけてください。紙引きできない人もいるんやで。あ、高評価ね、皆さん ありがとうございます。さあ登録者は減ってますが、高評価ね、増えてますよと。あざす。結構ね、今見てくださってる方の半分以上の方はチャンネル登録ね、されてないんで、ぜひね、よろしければ、チャンネル登録もよろしくお願いします。引き輪でも、ちょっと、頑張れば勝てるっていうところを、証明したいね。証明できんのかな？無理そうなんだが。
様に勝利を持ち。これむずいなー。こうかなー。これロガテを処理すると、まあ、10時間刺さりますよっていう感じでいきましょうか。まあ、これだと相手の方、まあ、やっぱ E の4かな。E の4 S5 マーク来そうだね。フェリクとか。あ、でも角来るんだ。それでも召喚嫌いましたか。じゃあ盤面詰まれないように、A の2かな。これ十字架やんね。2枚回しでかいっすね。ケツ！ケツ来たー。しかし何も置けねえっていう。そんな人いる？いや、ケツ犠牲にするか。僕に任せてください。犠牲になるか分かんないけど、普通にケツ無視されて、あのE の6っていう手一応あるんで、一回ケツの面倒見てほしいな。いやー、ケツ無視か。無視されていく男。マンドラ来ちゃった。そう、やばいね。さあ、これどうしていくか。マカロニさん、こんばんは。いつもありがとうございます。でも意外とね、これなんとかなんじゃない。こんな感じかな。さあ、ダメます、先生と。これね、ケツ取らない、あのアベル取るとケツが大回になって、でケツ取るとあのアベル生き残るんで、意外とねこれ強いっすよ。さあ、しっかり特殊はヘケドでガッチリガード。さあ、呪いもね、あるんですが、耐えますよと。オッケー。さあ、呪われましたが、これで勝ちと。S 枚数同じだったら勝てるんだから、しっかりして、渚くん。 OK。 ちゃんぽんうどんさん、渚さん的にはどのデッキが一番使っていて楽しいですか。あー、使ってて楽しいデッキか。まあ、なんだかんだやっぱり流血かな今はね。ケツ来たー。ただ X 来るとね、これあの十字架に刺しづらいっていうね。これむずいなー。イクマ打つか。まあ、イクマかな。あ、ゆかげいさん、あの、わざわざね、あの、320円、スパチャ応援のね、頑張れ、頑張ってくださいっていう応援のスパチャいただきました。さあ、これ当然の、ナイスパー。ちょっと頑張っちゃおうかな、じゃあ。つか、僕が頑張ってもね、どんだけ頑張っても引きがさ、それについてこなかったら、勝てねえんだよな。とりあえずケツ。できないな。さあ、ケツ刺さったんですが、さあ、村マスター置いてきますよと。アビーか、これちょっとむずいね。まあ、こうかな。流血デッキダブルオーラーからのフルフレ、そうっすね。6611出るんで、サイド型コンボ風で時間潰してきますよと。さあ、奇跡的にあのイクマ生きたんですけど、これでかいね。あ、イリアナイス。アベル打って、さあ3枚大火炎なんですが、相手の方これ灰皿の下いけるか。きついよね。だからこれ多分 D の2になるんですけど、さあ十字火炎地獄いきます。で、裏の火炎入ってって、これどうなんだ。ここでケツが終わるっしょ。フルフレくれば勝ちか。
もしね、これフルフレ引けなかったら、一回このアビーで回復して、まあどっちにしろ勝ちなんですが、これはいけますよと。ここに叩き込む。許さねえ。よいしょ。オッケー。さあ、十字架にあの3枚ぶち込みました。さあ、後手番引いてて、相手、アナント。おっと、さあ、グノー捨てていく。若干事故ってるか？なるほど、ブランジェッタね。そこのブランジェッタは取りてえな、正直。さあ、ヤンのドーラ来たよと。ちょっと待ってね。これもな、なんか同じパターンかな。なんかオナパじゃないこれ。同じパターン？ちょっとアベルこう打つか。これ打って次、あれでもこれ、C の位置で取ってどうなんのかな。あんまやったことないんでわかんないな。逆に召喚させるか。ケツ刺すかこれ。ケツ刺したいね、これね。ワンチャン召喚これ、いいところに出ると3枚ましていけるんで。3分の2で C の3出てくれますね。それにかけましょうか。さあ、ヘケと打ってく。そっちか。ダメだね、渚くん。やっぱり、運がないわ。うわー、しかもロッキングか。じゃあ話変わってくるわ。こんなに運ない人いるんだ、すごいね。まあ一旦こうかな。おお、そこか。まあ3枚燃やせるけど、まあコンボスキル結構通るからね。あー、じゃあ D の6か。これ D の6でも打っちゃうと局面詰まれるよな。まあいっか、ちょっとこれで。これ C のね、やっぱ6があるからね。その場合はもうフルフレアで暴れるか。いや、どんなケース打ってくんだよ。もう舐めてるとしか言えねえ。舐めてるとはアマテルの親戚です。いやー、こうか。ちょっと迷ったな。さあ、フルフレ取るとケツ生き残って、ケツ取るとフルフレ生き残るよと。ああ、そういう感じの取り方か。1万か。まあでも、大寒入れていけるかな、これ。こいつ残ってるんで、ヘケとね。行きましょう。どうかな？ケツを刺してく！でけえ！これ、ケツ刺さったっしょ。